2001年第一作公開、そして2011年巨大なストーリーに終わりを告げたハリーポッターシリーズ。そこからまた10年が過ぎた今、ハリーポッターの主演たちは何をしているのでしょう。今日はハリーポッターシリーズ完結後、主演たちの活動と現在を見てみましょう。まずはハリー役のダニエル・ラドクリフです。今年32歳になったダニエルは11歳からハリー役を演じ始めたんですが、俳優デビューは1999年作のテレビドラマデビッド・コパーフィールドでした。ちなみにこのドラマにマクゴナガル先生として有名なマギー・スミスも出演しています。とにかくこの作品以外にも映画テイラー・オブ・パナマに出演して子役として活動をしていました。そして自分の運命を変えたハリー役を演じる時もディセンバーボーイズ・マイボーイ・ジャック2本の映画で主演を演じました。言い換えるとハリー役以外に10年間俳優として活動した作品は2本だけ。問題はハリーポッターシリーズが終わった後、あまりにもハリーのキャラそのものだったダニエル。そのため多くの人が彼を名前ダニエルよりハリーとして覚え始めます。まあこれは俳優の宿命とも言えるし、長い間ハリー役を演じたので当たり前なことですね。しかもこう言われるのはこの役に関して自分に勝る俳優はいないってことですね。しかしいつまでもハリーとして俳優の道を歩んでいくわけにはいかない。ハリーポッター以降ダニエルは強烈なキャラばかり演じ始めます。2013年公開の Kill Your Darling では同性愛者役を熱演し、ベッドシーンにも挑戦。2015年公開のホーンズ容疑者と告白の角ではものすごい特殊メイクをしてビジュアルショックを。2016年に公開した奇想天外なサバイバルアドベンチャースイスアーミーマンではツッコミどころ満載な死体役を。グランドイリュージョンの続編では狂気に満ちた悪役を。今年ガンズアキンボでは魔法使いにマグルの力を見せます。両手に拳銃が固定された状態でデスゲームに参加させられた男を演じ、全世界に再び強烈なキャラを見せました。映画的にはハリーポッターシリーズを超える作品はなかったんですが、ダニエルが演じた役たちはハリーより個性が強いキャラでした。監督の中でもハリーにしか見えないという人が多かったんですが、彼の多彩な演技を見てそんな心配はもう消えましたね。ダニエルは映画以外にもテレビドラマ、演劇などにも挑戦していて、自作ザ・ロストシティ・オブ・ディを準備しています。次はハーマイオニーを演じたエマ・ワトソンです。エマは6歳からアーツスクールに通い、歌と演技とダンスを勉強し、10歳までに様々な学校での演技を経験しましたが、プロとしてデビューしたのはハリーポッターシリーズからで、その時彼女の年は10歳でした。そして10年間ハーマイオニーを演じながら別の作品で活動したのは2007年のテレビ映画と2008年アニメ映画の声出演、この2作だけ。子供の頃からの美貌をそのまま維持して成長したエマはダニエルのケースと違ってハーマイオニーよりエマと呼ばれることが多かったです。とにかくハリーポッターシリーズが終わった後のエマも俳優の道を続けます。2012年公開の青春映画ウォールフラワー、2013年公開のグリングリング、2014年公開のノア約束の船、2015年公開のリグレッションとコロニア、2017年話題になった美女と野獣、同年の SF スリラーザ・サークル、そして2019年のストーリー・オブ・マイ・ライフ、私の若草物語まで、いろんな作品に出演し多彩な演技力を見せています。特に明るく自由奔放で人気者の美少女だけど、実は心に悩みを抱えているという難役を演じた映画ウォールフラワーを個人的におすすめします。映画以外にも2014年 UN ウィメンの親善大使に任命され、フェミニストとして積極的に活動を行っています。たまに趣味としてフェミニスト関連本を地下鉄や道の各所に隠す行動をしてますが、本人曰くブック忍者だそうです。意外とみんな忙しかったり自分のことに集中していてエマだと気づく人がそんなにいないらしいです。今年31歳になったエマは2019年のストーリーオブマイライフ以降俳優活動を休止していますが、世間で引退や約2年付き合った彼氏との婚約の噂が出始めました。そして今年5月、長い間沈黙していた彼女のツイッターでやっと近況報告をしました。親愛なるファンの皆さんへ、省略
私は皆さんと同じようにウイルスを拡散しないようパンデミックうつを静かに過ごそうとしているだけだと察してください。つまりパンデミックだから愛する人と静かに過ごしているんですね。彼女の自作はまだ決まってないんですが、これからも応援します。次はロン・ウィーズリー役のルパート・グリントです。88年生まれで3人の中で一番年上だったルパートは、エマと同じく学校での演劇の経験はありましたが、正式デビューはハリーポッターシリーズでした。オーディション応募が始まった時、女の子の格好をして即興ラップを歌ったり、原作でのロンのセリフを読んだビデオを送ってロン役に対しての情熱を見せました。そしてハリーポッター公開後、ロン役をうまく消化したルパートは、学校に帰ったらすごく人気者だったし、たくさんお金ももらって幸せだったと言いますが、シリーズが続くほど広がる世間からの関心、特に早く成功した子役に対しての噂やゴシップなどのため、お金と名誉には責任が伴うことに気づいたし、毎日のようにロンであり続けなければならなかったことに息が詰まりそうだった時期もあったと打ち明けました。ロンを演じる10年間、他の作品にも出演し、シリーズ完結後にも俳優活動を続けています。前の2人とは違って、長い間ロンのイメージが変えられる作品に出会えなかったんですが、2017年ネットフリックス公開のシックノートで主演を演じ、やっとイメチェンできる演技を見せます。この作品以降は Apple TV のサーヴァント、ターナー家の子守に出るだけで、目立つ俳優活動はしていないですね。ルパートは子供の頃から一つ夢がありましたが、それはアイスクリーム屋さんになりたいという夢。大人になったルパートはアイスクリーム販売用のトラックを衝動的に購入。いろんな街を回りながら子供たちに無料でアイスクリームを配って夢を叶えたそうです。今年33歳になった彼は、2011年から付き合ったパートナーのジョージア・グルームとの間に誕生した娘を紹介しながら、彼には俳優以外にもいろんなやりたいことがあり、現在は俳優活動より家族に時間を使いたいとインタビューしました。今日はハリーポッター撮影終了後の主演3人の活動と近況について調べてみました。ハリーポッターシリーズは主演の3人以外にもいろんな魅力的なキャラクターが多かったですね。ドラコとかハグリッドとかネビルなどなど、彼らを演じた俳優たちは今何をしているでしょう。次回予告、今回紹介した3人以外の俳優たちの近況についてご紹介します。皆さんが一番気になる俳優は誰ですか？コメントに残してください。今日もご視聴ありがとうございます。バイバーイ。